氷河湖結界洪水、氷河湖結界洪水、氷河湖結界洪水、グレフとは氷河や単体石、エンドモレインのダムに支えられた氷河湖が結界することによって起こる洪水のこと。氷河渓湖の結界による場合は特にヨークルフロイプと呼ばれ、氷河の側面と山の間にできた氷河湖が結界した場合は変故排水と呼ばれる。氷河湖結界洪水は侵食。 水圧の上昇、岩石や重い雪の雪崩、地震、氷震、凍土のひび割れによって起こる、揺れのこと、氷の下での火山活動などが原因で起こり、また氷河が大きく崩落して氷河湖の水を溢れさせた場合にも起こりうる。国際連合は氷河湖決壊洪水の危険が予測される地域の人的、物的損害を防ぐために一連の調査活動を行っている。 20世紀を通しての人口の増加、氷河誘拐に伴う氷河湖の増加により、問題はさらに重要性を増している。氷河が存在するすべての国々に存在する問題であるが、特に中央アジア、南アメリカのアンデス地域、アルプス山脈の氷河を持つヨーロッパ各国などが特に危険性高い地域として認識されている。氷河湖結界洪水の危険がある地域は、 世界中に数多く見つかっている。の誘拐、縮小に伴って毎年拡大を続け、およそ9000万から1億立方メートルの水を蓄える、ネパールで最大かつ最も危険な湖になっている。最も有名な氷河湖決壊洪水は、バトナヨークトル氷河の氷層崩壊による大規模ヨークルフロイプである。が英語に取り入れられたのも、 アイスランド南部がこの災害の被害をしばしば受けていためである。1996年の事例では、バトナヨークトル氷河のグリムスボトン川がスカフタフェットル国立公園の手前の地域に氾濫した。このヨークルフロイプの流量は1秒あたり4万5千立方メートルに達し、国道1号線、リングロードの数カ所を破壊した。氾濫後、氷河の流れに取り残された、 高さ10メートルの氷山もいくつか見られた。グリムスボトン火山、バトナヨクトル氷河の中央付近周辺を流れた水の最大流量はミシシッピ川の流量を超えた。同様の結界は1954年、1960年、1965年、1972年、1976年、1982年、1983年、 1986年、1991年、1996年に起こっている。1996年には噴火によって3立方キロメートルの氷が溶解し、1秒あたりの流量は最大6000立方メートルに達した。ヨークルフロイプの中には1年ごとに起こるものもある。クニック川、アラスカ南東部にある2つの地域では、 ほぼ毎年氷河湖結界洪水が起こっている。そのうちの一つが、アビス湖である。樹の近くのタルセクは、氷河が関わる洪水により、近郊の空港滑走路はしばしば浸水する。また近くにある40軒の山小屋はこの洪水の被害を受ける危険があり、いくつかは実際に大きめの洪水による被害を受けている。ハイダー、アラスカ、 南東部の都市付近のサーモン氷河からの洪水により、サーモン川近辺の道路に被害が出ている。戦死時代、最終表記終盤、北米コロンビア川流域において、水浦洪水と呼ばれる大規模な連続氷河湖決壊洪水が起こった。これは現在でいうモンタナ州における氷のダムが定期的に決壊しために起こったもので、流出した水は現在の水浦氷河湖になった。 最終表記の間に、アガシー氷河湖から、ウォレン氷河への洪水が起こった。ウォレン氷河の後には現在、ミネソタ川が緩やかに流れている。ウォレン氷河は、誘拐した氷河をちょうど現在でいう、ミシシッピ川上流へと運んだ。北アメリカ大陸の最終表記に氷に覆われなかった地域、主に合衆国中西部の氷河の痕跡である、氷歴岸がない域を指すも、 最終表記全体を通して起こったグランツバーグ氷河湖やダルース氷河湖の決壊洪水に関連している。2003年9月6日から10日にかけてワイオミング州ワインドリバー山のグラスホッパー氷河で氷河湖決壊洪水が起こった。グラスホッパー氷河の先にあったが氷河のダムを越えて氾濫し湖にあった水はグラスホッパー氷河の中央に 長さ0.8キロの溝を作った。推定246万立方メートルの水が4日間のうちに流れ32キロメートル下流の観測所の記録ではディンウッディ川の水量は毎秒5.66立方メートルから毎秒25.4立方メートルまで上昇した。この洪水による岩節、レブリはディンウッディ川に沿って32キロ運ばれた。この洪水の原因は 初めて正確な測量が行われた1960年代から進行している氷河の交代が原因であるとされている。1978年、カテドラル氷河からのヨークルフロイプによって引き起こされた岩雪流がカナダ太平洋鉄道の線路の一部を破壊して貨物列車を脱線させトランスカナダハイウェイの数箇所を埋没さた。1994年、 ファロー川でヨークルフロイプが起こっている。2003年、ヨークルフロイプがエルズミー野島のトゥボーグ湖に流れ込んだ際には、その一部始終が記録された。上流の氷にせき止められた湖で、ダムとなっていた氷が浮かび上がり、湖水が大規模に氾濫したのである。カナダの北極地方では、ほとんどの氷河が低温で安定しており、氷にせき止められた湖水が排水される場合は、 氷のダムの上から溢れて排水されるため、この洪水は、極めて稀な出来事である。最終表記における、北米からの氷山が、北、大西洋に大量に流出した事件。この頃の海底地層に、氷河由来の堆積物が見つかることから、推定されているは、ハドソン海峡の入り口にあった氷にせき止められた、ハドソン湾にあったと思われる湖の大規模なヨークルフロイプ。 によって引き起こされた可能性も指摘されている。ブータンでは、1900年代に少なくとも3回の氷河湖決壊洪水の発生が記録されている。近年では、1994年10月に、プナツァン、チュー、ツーは、川の意味の北東支流放置風の上流にあるルゲツオ、チョは、湖の意味が決壊し、氷河湖決壊洪水が発生した。これにより、 ルゲツオから約 90km 下流のプナカでは、旧稼働のような低地も濁流に飲まれ、プナカゾーン、ブータンの歴史的建造物も一時孤立し、損傷の被害が出た。これまでの調査では、ブータンにある2674の氷河湖のうち、最近の研究では24の氷河湖が近い将来に、氷河湖決壊洪水を起こす可能性があるとされているが、評価に使用した。 衛星画像の解像度が低いこと、危険と判断した基準が曖昧であること、チベット側の上流流域を含めていないこと等の問題があり、再評価が必要と考えられる。イギリス海峡は、約20万年前の大規模な氷河湖、結界洪水によって形成されたと考えられている。この洪水は、ドッカーランド、最終、表記、グレートブリテン島が大陸トリ続きであったとき、 現在のグレートブリテン島南東部に存在していたと考えられている陸地。現在は北海に水没している一帯に蓄えられていた湖を支える自然のダムとして機能していたウィールドアルトア敗者イ,イングランド南部からフランス北東部に広がる敗者の断裂によって引き起こされたものである。この洪水は1秒間に100万立方メートルの流量で数ヶ月の間続いたとされる。 敗者の断裂原因は分かっていないが、地震か、もしくは単純な湖の水圧の増加ではないかと、されている。この洪水によって地境が破壊されて、グレートブリテン島とヨーロッパ大陸が分かれ、さらに、イギリス海峡全体の谷の岩盤を削った結果、グレートブリテン島は流線型になり、大洪水に、特徴的な縦の侵食口が残された。ネパールでは、 数十年前から氷河湖決壊洪水が起こっているが、1985年に起こったディグーツォ氷河湖決壊は、氷河湖決壊洪水の詳細な研究の契機となった。1996年、ネパールの水エネルギー研究局とユネップによる最近の研究では、ネパールにある27の湖について潜在的な洪水の危険性があると報告していい。このうちの10の湖では、 過去数年以内に氷河湖決壊洪水が起こっており、その後再生している湖もある。さらに、ネパールを通る川につながるチベットの氷河湖の中に、危険なものがある可能性が、あ、チベットでの決壊によって、下流のネパールに被害が及ぶ、可能性も加わる。ガンダキ川の流域には、1025の氷河と338の湖があると報告されている。氷河湖は、 マルシャンで川上流流域に位置しており、潜在的に洪水の危険があるとされる二つの、モレーエンダムの湖のうちの一つである。ドイツ復興金融公庫の依頼で、つラギ氷河の調査を行ったドイツ連邦地球科学天然資源研究所は、最悪の事態を想定しても、つラギ氷河湖の結界が近い将来に起こる、可能性は排除できと結論した。ロンバサバコとピダコは、 ヒマラヤ山脈の標高約5700メートルに位置するモレエンダムの湖である。気温の上昇に伴い、ロンバサバ氷河とガル氷河は1978年から2005年の間に8.7%から16.6%縮小しており、氷河からロンバサバピダコおよび隣接地域に流れ込む水は140%から194%増加している。 チベット自治区水文学局の2006年の報告によれば、この2つの湖で氷河湖決壊洪水が起こった場合、12,500人の人々が住む23の町や村が危険にさらされるという。2000年8月、氷河湖決壊洪水によって、チベット高原の主要な麦の生産地の一つが被害を受けた。これにより1万世帯以上の家、98の橋や、 堤防が破壊され、被害額は75万ドルと言われる。この年、農業集落は穀物や家畜を失い食料不足に陥った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。